キモレステスメは、哺乳類の絶滅した目の一つである。長らく系統不明であった、いくつかの目を束ねるグレードとして1975年、マッケナ及びベルによって設定された。キモレステスメは極めて体型、脂色、生体の多様性に富んだグループであった。ただ外して言うならば、ゲッシメ、イタチ、オポッサムと表面的な類似が見られる。シシは、基本的に、 原始的な3.1、4.3、3.1、4.3を保っているが、パレオリクテス下では3.1、3.3、3.1、3.3に減っている。含まれる暗黙は以下の通り、各グループに目の階級を与え、それらを束ねるクレードのキモレステス類には、目から上目にかけての適当な階級を与える場合もある。 ユーロコルイ以外はいずれも新生代の前半に栄えた。ただし、中心予初期に東アフリカで絶滅したケルバケルバをキモレステスメに含めるならば、キモレステスメは白亜紀後期から中心予初期まで生き延びたことになる。キモレステス目の群のいくつかは、かつてはうまく分類できない、個生物をとりあえずところ属させるゴミ箱分類群としての旧食中目や旧 ハラマコトジュうに含められていた。まっけなアンドベルは翌くしめをキモレステスメに加えたが、分子系統により否定された。この分類では、シモレスタを中目とし、その回分類を目にしている。このソースに加え、プトレマヤメトラメイダを追加している。キモレステスメはおそらく、野獣類に近縁もしくはその祖先である。つまり、肉ハメ、食肉目などがその子孫であろう。 その他、という説もある。ありがとうございます。